っこいいですね。すごい迫力でしたね。やっぱり本物は迫力があって違いますね。そうじゃろ、かっこいいじゃろかっこいいですね。なんか女性のお客様が一気に増えましたよね、うん、はい、あの普段はどういったところで活動されていらっしゃるんでしょうか。我ら名古屋おもてなし部長隊は毎日名古屋城にて活動いたしておる。でこたびのような休日、土日祝日には名古屋城にて演舞といって今お見せしたようなパフォーマンスを行っとるわけじゃ。なるほど、名古屋城でしか見られないということですか。さよう。じゃあ今日は本当に特別なステージだったわけですね、うん、はい、ね、どうですか皆さん、面白かったですよ ね、 ね、名古屋城しか見られないのにこんなところで見れて。そうじゃな、せっかくこのように外でいたしたゆえ、はい、どこが面白かったか、ここにおる全員に一人ずつ聞いてまいるか。一人ずつは時間がかかるじゃろ、はい、ちょっとそんなお時間はないと思うんですけれどもね。そうじゃさようか、はい、ね、ちびっ子たちも今日いっぱい来てますけど、面白かった、面白かった、よかった、かっこよかったよね。そうじゃろう、この中で3人の中で誰が一番ええ、誰が呼び捨てにしたこの野郎信長様怖いよね。信長様には申しておりますか。あ、ならいいけど、そう簡単に肩の板になりますな。あか、戦国領ではございませんぞ。あか、選択肢の中にわしらも入れてもらわんとちょっと寂しいです。あ、ほう、はあ、分かった。5人の中で誰がええ。猿信長様、あ、わしのことよう言った。よう言った、どういうことですか信長様。違うか。違いまするぞ。お主の名前は何ちゃったかの。羽柴秀吉。お主、わしの手をかけて言うんじゃないわ。誰に向かって。秀吉の失礼ですと。ほら、徳川殿、ダメですな、失礼つかまつった。まあということでの、我らはな、名古屋そして愛知県日の本の良きところの全世界に発信しておるんじゃ。そしてこのように、まあわしらはパフォーマンスなるな演舞をいたしておるんじゃが、うん、名古屋城にてはな、我らの人生の一部を切り取った演目がござるでな、そちらも見ていただきたい次第である。ちなみに今年に入ってから名古屋城行ったよちゅうもの手を挙げてみ。おー、あー、なるほど、こんなにもおるのか。その中で我らの演目を見たよちゅうもの手を挙げてみ。あー、では反対にじゃ、まだ見たことがないというもの手を挙げてみ。信長様、お納めくだされ。誰がどう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 だろう。信長殿、あのものだけ切ってもよろしい。ダメダメダメ、徳川殿、あのものだけでそういうのはないぞ。さようか、まだの者たちがおるということは、うん、今年の楽しみがまだ残っておるということで、うんうん、の名古屋城に行ってまいれ。そして本日は SL なるものがまいるということでの、もう一度見てよちも手挙げてみ。わしらまだですな、信長との秀吉との亀吉元気。まだです。これまだ走るんか、こんな後も。そうですね。もう終わった。今日はもうないですか。今日も終わった。終わった。ごめんなさい。わしら何人呼ばれたんじゃ。いや、しかしながらまだあちらにカメラがたくさん控えておるゆえ、可能性があるんではないですかの。おい、もう終わったと。戻ってくる。終わったと。お近い。戻ってくる。夢を壊さないでくだされ。戻ってくる。戻ってくるのがあるので、ね、そちらを抑えようとしてくださってるカメラマンの方々が。はい、でも信長さん、また一つ名古屋に魅力が増えましたな。そうだな、 SL な。あ、まあ、実はわしもちーっと走っとるのが遠目から見たんじゃな。ほうほう、えらい煙がもくもく上がって、そして汽笛が鳴って、また音が素晴らしいですの。ごっこほっ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 。あ、なんじゃ、風か風か、病院行け、そこに病院ある。えんむしや、えんむし。素晴らしい音が鳴っておりましたな。すぐちびか行った方がいいぞ。さあさあ、何でも知っておられる豊臣秀吉殿。なんじゃその振りは。SL というのはどういった意味ですかの。SL、 おう、すばしっこくて、ほうほう、ライン。すばしっこくてラインのことじゃございませんか。私知っとりますぞ。なんじゃ、あの現代のスマートフォンなるからくりの、ほう、あのこうリンちゅうて、あのそれはラインな、ラインな。さようですか。それはラインも分かりにくいから。全然分かりにくいから。これ全然盛り上がっとらんもん。ああ、今年初めて滑った。嘘つけ嘘つけ。もっと滑っとるでしょ。毎日休まず滑っとるから。さあということで、うん、何か我らがもうちーと話したことは、話すべきことがあるのかの、うん、何か質問があるものおるかの、何か我らにお聞きしたい人いらっしゃいますか。聞きたいものがあるよちゅうものは、せっかく三英傑と神活大二人が参っとる。ほう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 、
寺島秀吉。なるほどなるほど、うん、なんで猿と言われるのかと。はい、これは豊臣秀吉殿はなぜ猿と呼ばれるのか。これはもう、あ、信長様から戦国の世からな、小さくてそして顔がチートップサイクでな、お猿さんみたいな顔しとったで、わしが猿猿猿と言っとったで。さよう、しかしながら現世によみがえって信長殿の方が背が低いゆえに。あー、信長様、信長様、それは誠のことでございますよ。納得してくだされ。ほら、まあいいんだけどな。そしてもう一つ教えてください。ハゲネズミとも言っとったんじゃ昔は。おお、さよ、これはもう信長様だけ、信長様のみこうわしのことをハゲネズミと。さようですな、ハゲネズミ殿。徳川殿、秀吉様、これはズラですか。ズラではござらん。地毛じゃ秀吉殿。なんじゃそれ、つけ眉毛ですか。つけ眉毛ではござらん。わしの地毛じゃ。秀吉殿、それつけ耳ですか。つけ耳。初めて聞いたがね。あるんかい。正解、お主、つけ耳って何よ。まあ秀吉殿は本当に戦国の当時な、ちいとこの顔が薄いと申すか、さよう、ゆえに威勢を張るためにひげをつけたり、うん、眉毛を濃くしたり、かつらをかぶったり、おはぐろを塗ったり、いろんなことをいたしましたな。さよう。しかし今となっては男前の太閤殿下、素晴らしいですぞ。ありがとうさん。なんか今いたか最後。いや、何にも申しておりません。何も申しらん。他に何か聞きたいか、他に何か聞きたいことあるものあるか。はい、はい、かな。おう、おう、宮さんなんじゃ。なんじゃ、ガイアスはなんで天下の大だらけって言われたんですか。おー、いい質問じゃ。いい質問。まず質問の前に呼び捨てはならんぞ。それからな、大だぬきと呼ばれたのは、あの、実は戦国時代に一回も呼ばれたことがないんじゃ。実は明治時代に入ってから呼ばれるようになったんじゃな。ゆえに後の人たちがそういったわしの印象、今でもイメージを見て、たぬきと申したんじゃ。一番の理由は、絵を描いた時に、わしのな、顔を描いた時に太っちょのおじいさんということで、たぬきというようになったんじゃ。わかったかの。よし、だから今そのな、DS で写真を撮って玄関に置いとけ。ええな、たぬきをな。わかったか。なんかええことありますか。いや、わからん。信長様に言うことは絶対でございまする。うん、いたしておけ。はい、したら焼きのようにな。何？したら焼きのようにな、わし置いておけ。あ、そうじゃない。俺、では最後にいたすか。最後の質問を受け付けようではないか。何かわしらに聞きたきもの、手を挙げよう。ではお主、なんじゃ。その後ろの母上がもう一人の方で、完全に前の子が話すがよい。ええか。かっこいい。信長さんはなんでそんなにかっこいいんですかって。おおおおおお。なんか違うところ。これは何故でございますかな、信長様。そうじゃな、やはり生き方がかっこいいからかもしれんな。うん。何でこれ。ちょっと待って、これ何だこれ。三人も発注してくださいました。今日は多い方です。多い方です。ほら、ほら、信長様。そうですか。いやいやいや、もうまあ早いもので、そうじゃない、まあ、とにかくやってまいりました。はい、やってまいりましたので、まあ、その真相は名古屋城で教えたらな。そうですね。はい、普段は名古屋城に行けば会えるということですね。そうじゃはい。ということでね、今日は特別にこちら登場していただきました。名古屋表屋支部招待の織田信長様、豊臣秀吉様、徳川家康様、陣笠の元気さん、亀吉さんに毎週大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうさんじゃ、たまたおさらばじゃー、さらばじゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。また名古屋城でお会いしたいと思います。ここまで皆様と一緒に盛り上がってまいりましたステージが終了となります。昨日今日2日間とたくさんのご来場いただきまして本当にありがとうございました。皆さん楽しかったでしょうか。ステージの方は終了となりますが、この会場では名古屋の鉄道関係各社の鉄道グッズ販売コーナー、 PR コーナー、 SL 関連の展示コーナーは3時30分まで開催しております。ぜひお立ち寄りくださいませ。昨日今日2日間と本当に皆様ありがとうございました。またどこかでお会いしたいと思います。気をつけてお帰りくださいませ。本当にありがとうございました。さちこさちこ